あれ？どうしたの？リーファちゃん。あそこ、なんかモンスターが密集してますよね。うわ、たくさんいますね。その中に人影が見えたような。今、声が聞こえなかった？もしかして、誰かがあのモンスターたちに囲まれているんじゃ。行ってみましょう。最後！見てください！噂になってる仮面の NPC です！あっという間にモンスターを倒しちゃいましたよ。あ、行っちゃった。一体何なのかしら、あの NPC。 今の戦闘ってクエストのイベントなんかじゃないわよね。うん、私たち別にあの NPC が絡むようなクエストは受けてないしね。噂では一人でフィールドを攻略しているなんて話もあるみたいだけど。もしそれが本当なら、あの NPC にフィールドを攻略しようという意思があるってことよね。それってどう考えても普通の NPC じゃないよね。それにしてもあれだけのモンスターを一瞬で全滅させるなんて相当な強さね。あんなに強くて、しかも攻略を進めるだなんて、 NPC らしからぬ行動をしていれば噂にもなりますよね。どうかしましたか？いや、なんとなくだけど、今の戦いを見ていてジェネシスのことを思い出してさ。立ち回り方もそうだけど、相手を圧倒する戦い方があいつに似ていた気がして。もしかして本人なんてことはないよね。このゲームは ALO と同じで異性のアバターは使えないんだから、それはないでしょう。そもそもカーソルの色だって NPC を表す黄色なわけだし。とはいえ、確かに気になる存在よね。うん、もし自らの意思で先に進もうとしているのなら、何を目指しているんだろう。まあ、ここで考えていても答えは出ないわ。攻略を進めていけばまた見かける可能性もあるし、今は私たちも先へ進みましょう。うん。
どうしたの？プレミアちゃん？すみません。大丈夫です。戦いで少し体力を消耗したようです。本当に大丈夫？一度町に帰る？ありがとうございます。でも心配いりません。つまり、へっちゃらです。そう、でも具合が悪くなったら言ってね。はい、わかりました。NPC が具合を悪くするなんてことあるのかな。いや、どうだろう。注意して見ててあげないと。ああ。